こんにちは。今日は、ダイエットを始めて約1ヶ月が経ちました。日付はですね、3月の30日です。それでは今現在の体重を測ってみたいと思います。92.9 です。ということで体重今日現在で 92.9 キロでした。スタート時点は 98.3 キロでしたんで、5.4 キロの減量になります。それではどういった感じで体重が落ちてきたのかちょっと見てみましょう。初回 98.3 からですね、中間地点の15日が 93.2、93.2 から、95、こう下がったり上がったり極端に下がったりしている時、この 91.4 とかこういうのはサウナに行ってズンって下がったりした時です。でちょっと戻して、今日現在 92.9 で、この過去位置でいうとこの日かな、 90.9 が一番下がった時ですね。もうじき、80キロ台に、頑張っていきそうな感じです。という感じで、痩せてきました。で前回話したと同じようにですね、食事の方は、2000キロカロリー前後で、抑えて、食事をとっています。前回食事のことを話して、今回はね、運動のことをちょっと話したいと思うんですけども、唯一2000キロカロリー以上取りたい取ってもいいっていう方法はですね、運動を取り入れることなんですよね。例えば今の基礎代謝が3000キロカロリーの自分が、それに加えて運動を加えることによってさらに消費カロリーを上げることができます。最近というか僕が普段やっている運動は、下半身のトレーニングがまず自転車を乗ってます。で上半身は、ダンベル5キロのダンベルと、あと腹筋ローラーでを使って、筋トレをしてます。で自転車っていうのはね、だいたい1時間乗って20キロぐらい走ってるんですけども、少なくてもそれでだいたい500-600キロカロリー消費します。ですんで3000足す、500キロカロリーとして3500キロカロリーの消費カロリーに上げることができるんですよね。ということは2000キロカロリーを抑えていたのを1000キロ貯金するとするであれば、2500まで別に食べても問題はないということなんですよ。そういう感じで絶対2000キロカロリーを抑えないといけないっていうんじゃなくて、もっと食べたければ、要は消費カロリーを上げればいいっていう話ですよね。そういう考え方で、運動を取り入れてさらに消費カロリーを上げていくことを取り入れるために運動を、この1ヶ月間頑張ってきました。で、自転車ですけども、なぜ自転車の運動は下半身にいいのかっていうと、体の筋肉量のうち大体6割から7割が下半身についてるんですよね、筋肉っていうのは。だから体の筋肉を鍛える、体の筋肉をつける手っ取り早いのは下半身を鍛えるのが手っ取り早いとされてます。で、下半身を例えば鍛えるには、例えばジョギングであったり水泳であったり、いろいろあると思うんですけども、例えば1時間の運動をするのに走るってなると、
結構しんどい、まあ、僕の場合ですけどもしんどいんですよね。あと膝も痛いですし、1時間走る、毎日走るのはちょっと大変。あと水泳も以前はしてましたけども、例えば水泳にしても水泳プールまで行って着替えて泳いでまた着替えて帰ってっていう、そのそれ運動する以外にいろいろこうしないといけないんで、もうめんどくさい。で僕の場合手っ取り早いのは自転車だったということです。あと座って運動をしていくので、あの膝とかの負担にもなりません。ですんで手っ取り早く自転車が効率いいんじゃないかなと思ってます。でちょっとコツがあるんですけども、自転車をただ漕いで1時間乗るんじゃなくて、サドル座席ですよね、それを、上げてます僕は。で、ペダルを一番下まで下ろした時に、つま先が、届くぐらい足がしっかりこう伸ばすような感じになるまで、サドルを上げてます。そうすることによってこの太ももの前と後ろと、あとこのふくらはぎをしっかり伸ばして動かして運動ができるんで、あの結構ね、あのサドルの位置っていうのは大切です。あと上半身、まあ、ダンベル5キロを使ってるんですけども、以前はね、あの10キロのダンベルを持ってました。ただそれはもう人にあげました。あの結局ね邪魔なんですよね、10キロのダンベルって重たいし。で5キロで十分です。5キロがあればね、もう一通りの運動ができます。あと女性だったらね2キロとか、まあ持てる人だったら3キロぐらいで大丈夫だと思います。で、あの上半身のもう筋トレはもう本当にその回数とか時間とか一切決めずに、もう気が向いた時にやってます。もうちょっとした朝起きた時だとか、例えば、夕方家に帰ってきた時だとか、例えばまあ、料理を作ってちょっと時間がある時だったりとか、風呂上がりとか、まあもう空いた時間に、やるようにしてます。まあちょっとどんな感じでやってるのかちょっとやってみましょうか。普段まずやるのはこの肩ですよね。肩、この肩の筋肉をつける運動と、あとこの腕ですよね、腕の運動とは、この胸ですね、胸、あとこの背中の運動っていうのも全部ダンベルがあればできますので、これ5キロです。肩を落としてこう動かす。で、いろんな角度で肩は当てていくと、こう丸みを帯びた方ができるんで、いろんな角度で当てていきます。腕とか、ここ胸とか、あとまあ胸で一番いいのは腕立てなんですけども、まあ、腕立てをやったり、でこうダンベルを使った筋トレっていうのはもう YouTube でもう探せばいくらでも出てきますんで、こう自分に合った
運動を参考にしてやってみてください。で次腹筋ローラー、こういう感じで膝をつけて前にこういう感じで、でも適当に、もう自分がしんどくなったらやめる感じです。こっちに行ってみたりとか、いろいろ角度を変えて、これが一番腹筋に効きますね。という感じで、運動を普段しています。なぜ運動をした方がいいのかっていうのは要するに2つです。1つは、もっと食べたいからですよね。もっと食べたい、普段よりも2000キロカロリーじゃちょっと満足できないんで、もっと食べたいために、消費カロリーを上げる、それが1つで、もう1つは筋肉量が増えれば、基礎代謝っていうのがどん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 上がっていきます。痩せやすい体になってきますんで、筋肉量を増やすのが大事です。でそのために、効率がいいのは下半身の運動、体の6割から7割が下半身についている筋肉なんで、そういった感じで、意識して運動すれば、筋肉が増えていくような感じです。いろいろね、僕は普段から YouTube を参考にしてやってますんでね、そういった動画をいろいろ検索してね、調べてみてください。それではまた。